広域惑星カメラが撮影した M100 の画像広域惑星カメラは1993年12月からハップル宇宙望遠鏡に設置されているカメラである。ハップル宇宙望遠鏡の打ち上げ時からの機器の一つであるがメインミラーの故障により機能がかなり損傷された。しかし、このカメラは比較的明るい天体の多くのユニークで有益な高解像度画像を撮影し、 多くの発見につながった。広域惑星カメラは、カリフォルニア工科大学の惑星科学者である、ジェームズ・ウェストファールが提案し、NASA のジェット推進研究所が設計、製造、運用を行った。1976年の提案時には、CCD イメージセンサーがやっと天体撮影に使われた頃だったが、撮影用に CCD を備えた。 最初の KH-11 ナン定察衛星は1976年12月に打ち上げられていた。この高解像度により多くの天文学者はハップル宇宙望遠鏡に CCD を搭載することを強く主張した。最初の広域惑星カメラはそれぞれが4800-800ピクセルのテキサスインストゥルメンツ製 CCD からなる2つの分離したカメラで構成され、 近接する視野をカバーするように配置された。広域カメラは0.1秒の解像度を持ち、核解像度を犠牲にして、暗い天体をパノラマで撮影することが意図された。また惑星カメラは0.043秒の解像度を持ち、高解像度での観測が意図された。二つのカメラの選択は45度回転する四面体のピラミッドによってなされた。 1993年12月の STS-61 による修理ミッションで広域惑星カメラは改良版のカメラと取り替えられた。広域惑星カメラにはメインミラーの不具合を打開するのに必要な保証工学機構を備えていた。混乱を避けるために広域惑星カメラは広域惑星カメラ1と呼ばれることもある。地球に戻ってから 広域惑星カメラは分解され、一部の部品は、ーシアカメラ3の製造に用いられた。コーシアカメラ3は、2009年5月14日の STS-125 のミッションで、広域惑星カメラ2と交換で、ハップル宇宙望遠鏡に取り付けられた。ありがとうございます。